こいつらの相手なんか俺一人で十分だけどな。時間をかけても無駄だよ。さっさと終わらせろ。ラッキーの子守でもやってりゃいいんだよ。あ、勝負だ。やるな。そんなこいつ、ダメ。俺たちを舐めてかかると痛い目を見るぞ。そうだ、僕がお前たちを倒す。やってくれたな、ゴーンさん、すごいです。終わってないぞ、気を抜くな。と、ありがとうございます。行くぞ、戦場人間。そう熱くなるなよ、孫悟飯。すぐに終わらせてやる。もうお前と遊ぶのも飽きたしね。やっぱり壊れやすいな。サックの威勢はどこに行ったんだい。どうした、あのガキがいないじゃないか。お前たちに話す必要はない。やるな、こいつ。どこ見てんの。やるな、こいつ。ここまでやるとはな、必死じゃないか、本当に。余裕でやられるのも今のうちだ。お前たちを仕留めてやる。逃げられるかな。そうだ、もう出張ってきたのか。弱いね、弱すぎるよ。どこに行こうと無駄だ。遅いよ。上際が悪いやつだね。これ以上はやらせないよ。こっち
こそ覚悟するんだ。行くよ。お前たちを倒して終わりにする。必死にやれよ。もう反撃する力もないよな。もうやめたら？諦めなよ。必死すぎて笑っちゃうよ。情けない攻撃だな。もういい加減くたばりなよ。最後の抵抗を見せてみろよ、孫悟飯。できるものならね。俺がやられても必ず。もう一気に終わらせちゃおうよ、17号。
もひどいありさまだ。ご飯さんが死んでたね。俺はお前たちを倒すために腕を磨いてきた。もう勝った気でいるのかい。分かっていると思うが、足押しなど許さんぞ。分かってますよ。俺がこんな攻撃を食らうとはな。どうぞ。ごちゃごちゃ言ってんじゃないよ。しくしよ、よくもやったね。これが本当の最後だ。真相を見る。これまでの借りを全て返してやる。俺たちがパワー負けしている。悟空さんの血で団長17。今のは殺された仲間たちの、そして今度はご飯さんの形だ。はっ。ゲロ様が作り上げた究極の人造人間だ。この世に俺様を倒せる奴などいるはずがない。もう諦めるんだな。出るからに大の泣くがいい。奴らが受けてきた苦しみを隠しておっただけさ。こんな感じ。俺は究極の人造人間。貴様のような若造に負けるはずがない。お前だけは地球を平和のために許しておけない。そうだ、あなたは。この俺の天地を許し、元気が待って皆さん。フッフッ。ジェットソードの力、
食べさせてもらいます。いきますよ。どうですか海王神様。私もこれは予想以上のパワーです。この辺りでやめておきましょう。これ以上は私が持たないかもしれません。すごい。あの時の圧倒的な力を感じた。ご飯さんそのものだ。よし、この戦いにも慣れてきたぞ。どうしの俺ならここまで戦えなかったかもしれない。やったぞ。ありがとうございます。ご飯さん、お前たちを倒してバビディのところへ行かせてもらう。このまま押し切らせてもらう。おとなしく降参した方がいいんじゃないか。くそー、俺よりすばしこいだと。魔界の王か何か知らないが俺が倒す。威勢の良さだけは褒めてやる。ほう、私を相手にここまで戦えるとはなかなかの強さ。お前を倒したりすればこのまま押し切る。ここで終わりだ。決着をつける。うん、私をここまでコケにするのは、うん、おのれ、なんだ、体が動かな。トランクスさん、今のうちにとどめよ。消えてなくなる。ゼットソードの力試させてもらいます。いきますよ。どうですか海王神様。ええ、その力しかと見せていただきますよ。体に力が満ちてくる。すごい。あの時の圧倒的な力を感じた。ご飯さんそのものだ。私も俺ならここまで戦えなかったかもしれない。俺も成長できてるんだ。お前たちを倒してバビディのところへ行かせてもらう。こいつ俺たちに勝つ気でいやがる。何か知らないが俺が倒す。威勢の良さだけは褒めてやろう。ほう、私を相手にここまで戦えるとはなかなかの強さ。終わりだ。決着をつける。お前を倒したりすれば。
狩りでパワーアップする種族なのでしょう。おのれ、なんだ、体が動かない。トランクスさん、今のうちにとどめよ。Z ソードの力、試させてもらいます。来ますよ。どうですか、海王神様。それでは私も。これは予想以上のパワーです。この辺りでやめておきましょう。これ以上は私には持たないかもしれません。すごい、あの時は圧倒的な力を感じた。ご飯さんそのものだ。よし、この機会に慣れてきたぞ。俺も成長できてるんだ。お前たちを倒してバビディのところへ行かせてもらう。このまま押し切らせてもらう。そろそろ諦めたらどうだ。おめえは俺におとなしく食われればいいんだ。魔界の王か何か知らないが俺が倒す。威勢の良さだけは褒めてやろう。ほう、私を相手にここまで戦えるとはなかなかの強さだ。体が動かない。トランクスさん、今のうちにとどめよ。消えてなくなる。そんな世界の王となるこの僕が。